こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。令和版の三種の神器が、何か知ってる？ロボット掃除機、ドラム式洗濯機、食器洗い乾燥機だろ。そうらしいわね。時短節約楽ちんは、やっぱりいいわよね。私は、パソコン、タブレット、スマホの三種も捨てがたいけどね。霊夢は、日本酒ワインビールだろ。あら？紅茶も好きよ。冗談は饅頭顔だけにして、本家本元の三種の神器は知ってるよな。失礼ね。神話の時代から伝わる天皇が伝承してきた宝物。八田の鏡、八坂にの勾玉、草薙の剣でしょ？そうだ。草薙の剣は、別名、雨の村雲の剣とも言うな。しかし、それぞれがどこにあるのか知っているか？知らないけど、天皇陛下がお持ちになっているんでしょ？いや、八田の鏡は三重県の伊勢神宮に。草薙の剣は愛知県の熱田神宮に。八坂にの勾玉は皇居にあるとされている。へえ、皇居にあるのは、八坂にの勾玉だけで、それぞれ違う場所で守られているってことね。でも、あるとされてるって、どういうこと？なんだか意味深ね。三種の神器は、天皇陛下でさえ、直接見ることはできないからな。え？それって要するに、誰一人見ることができないってことじゃない？見ることもできないんじゃ、磨いたり、お手入れもしてないってことかしら？そうだな。見ようとしたものは、天罰を受けて、鼻血が吹き出し、目が潰れたという伝説もあるくらいだからな。ええ？よし、今日は三種の神器について解説していくぜ。よろしくお願いします。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。そもそも三種の神器って、古事記の神話に出てくるのよね。八田の鏡と八坂にの勾玉は、天照大神が雨の岩屋にお隠れになられた際、岩屋の外にお出ましいただくための祭りに使われたという由来がある。草薙の剣は、スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した時、その退治の体内から見つかったとされているな。ふむふむ。さっき、八田の鏡は三重県の伊勢神宮に、草薙の剣は愛知県の熱田神宮にあるって言ってたわよね。そうだ。しかし、宮内庁や伊勢神宮の解釈では草薙の剣も、天皇陛下がお持ちになっているとされている。どういうこと？皇居にあるのは、八坂にの勾玉なんでしょ？皇居にも草薙の剣があるとしたら、熱田神宮にある草薙の剣と、皇居にある草薙の剣、どちらが本物なの？天皇陛下がお持ちになっている剣は片白で、本物は、熱田神宮にあるものだそうだ。片白って何？身代わり、つまり、正しい表現ではないが、わかりやすく言うとレプリカだな。レプリカ、皇居にあるのはレプリカなの？いや、霊夢の思っているような、オリジナルがあって、それ以外はコピー品というような考え方のレプリカではない。片白は、神が宿ったより白だから、本物と同じ効果を持つ。そうなの？わかったような、わからないような。まず、霊夢。本物が一つで、それ以外は偽物という考え方を変えた方がいいな。要するに、どれも本物と同じ価値を持つということかしら？そうだ。物に優劣はない。もともと、神は姿を持たない。身に見えない神が、遥か彼方の常世の国から降臨し、人々に祝福をもたらした後に、再び常世の国へ帰っていく。その時、地上で神が宿ったものをより白と呼ぶ。片白は、より白の一種だ。ほう。日本神道の八百万の神は、山焼き、石などの自然物から台所道具に至るまで、神が宿ると考えられてきた。神体山、岩倉、御神木などが有名だな。トイレの神様だっているくらいだものね。そうだな。神様は、人間に見えるような姿は持たないから、神道で拝むのは、御神体に宿る見えない神だ。地上に存在するものは、神気を宿すための器に過ぎないということかしら？そうとも言えるな。本物は、すべて高間ヶ原にあって、地上にあるものはすべてコピー品と考えたらいいのかしら？コピー品ではなく、片白だ。あ、はい。そうでした。天皇陛下の三種の神器は、とてもミステリアスな存在だ。三種の神器に関する、神社本庁や宮内庁の公式見解では、八田の鏡は伊勢神宮にあり、八坂にの勾玉と、片白である草薙の剣は、天皇陛下がお持ちになっている。しかし、皇居のないしどころにも八田の鏡はあるという。ないしどころって何？天皇陛下の近くで使える、旅館のいる場所だ。すると、ないしどころにあるという、八田の鏡は何なの？これも片白、つまりレプリカだ。つまり、皇居にあるのは、八田の鏡と草薙の剣のレプリカ。そして、八坂にの勾玉だけが本物だと。そういえば、草
草薙の剣って、確か源平合戦で海に沈んでから、見つからないままじゃなかったかしら？そうだ。1185年の壇の浦の戦いで、平家が京都から持ち出した三種の神器は、平清盛の孫で、6歳の安徳天皇と共に、海に沈んだとされている。幼い安徳天皇は、祖母の新野尼に波の下にも都がございますと手を引かれ、三種の神器と共に、受水したのよね。そうだな。平家物語で涙を誘うシーンだな。でも、平家は、何のために三種の神器を持ち出し、幼い安徳天皇まで連れ去ったの？政権の正当性確保のためだろうな。安徳天皇と三種の神器の存在は、平家が官軍として大義名分を得るための手段だ。それしか考えられない。なるほど。新野尼って、平清盛の妻の平時子よね。そうだ。三種の神器と共に海に身を投げたってことは、何が何でも源氏の手に渡したくなかったってことよね。そうだろうな。平時子の強い意志を感じるな。帝と三種の神器さえあれば、こっちのものだ。都は、自分たちなんだと。身勝手だがな。波の下にも都はございますと安徳天皇に言ったのも、その場しのぎの嘘ではなく、本当にそう信じてたかもしれないということね。かもな。安徳天皇亡き後、源義経が海を捜索して、三種の神器の三つのうち、二つは、見つけたのよね。八田の鏡と八坂の勾玉は、海に浮かんでいるところを無事に救出できた。しかし、草薙の剣は海に沈んでしまい、ついに見つからなかった。さっき、熱田神宮にある草薙の剣が本物だと言ってたわよね。そうすると、壇の浦の海に沈んだのは、片城が沈んだっていう理解でいいのかしら？いや、この辺りが実に曖昧だ。曖昧？どういうこと？第81代安徳天皇の次の天皇は、即位の儀式で三種の神器が必要になるわよね。第82代天皇はどうしたの？第82代は、後鳥羽天皇だな。実は、源平の騒乱で、西国に都落ちした、第81代の安徳天皇がまだ在位中の1183年。つまり、壇の浦の戦いの2年前。後白河法皇の意向で、都では、3歳の後鳥羽天皇が即位している。同時期に2人の天皇がいたってこと？朝廷は都の天皇不在という異常事態の対応策として、代わりの天皇を立てたってことかしら？そうだ。その結果、第81代の安徳天皇と、第82代の後鳥羽天皇の在位期間には、約1年半ほどの重複が生じてしまっている。手元に三種の神器がない状態で、3歳の後鳥羽天皇はどうやって即位したの？ここで後白河法皇は、なかなかすごいロジックを編み出したんだ。朝廷から役人や学者に依頼して関門、つまり、専門家のお墨付きを出させ、儀式の場では、三種の神器は存在しないが、まるであるかのごとく振る舞うことにしたんだ。あるかのごとく振る舞うって、なんだかパントマイムみたいね。さすが後白河法皇、頼朝に日本一の大天狗と言わしめただけのことはあるわね。そんな状況下で即位したものだから、終生、後鳥羽天皇は治世を行う上でのハンデを感じていたという。三種の神器が欠けた天皇という、コンプレックスかしら？そうかもな。仮初めの天皇だと思われたくはなかっただろうからな。後鳥羽天皇は、和歌などの芸能、武芸に特別な才能を発揮しつつ、コンプレックスの裏返しからか、強硬な政治姿勢で院政を敷いた。そのことが、その後の承久の乱につながったという説もある。承久の乱、史上初の朝廷軍対幕府軍の武力対決ね。詳細は省略するが、1221年に起きた、日本史の大きな分岐点だ。戦いの結果、後鳥羽上皇は沖ノ島に流され、都への帰還が許されないまま、沖ノ島で崩御されたのよね。後鳥羽天皇の子で、第83代の土帝上皇は土佐へ。同じく、後鳥羽天皇の子で第84代の順徳天皇は、佐渡島へ流された。ああ、82代、83代、84代と3人の天皇が、考えすぎかもしれないけど、やっぱり、三種の神器に守られて即位できなかったせいじゃないかしら？ふむ。だって、三種の神器の中でも、草薙の剣は、天皇が持つ武力の象徴でしょ？そうだな。壇の浦の戦いから承久の乱まで36年。天皇が武力対決で負けてしまったのは、草薙の剣に守られていなかったから。と考えることも、確かにできそうであるな。ここまで聞いてて、ちょっと気になったことがあったんだけど。なんだ？さっき、壇の浦で新野尼と安徳天皇が三種の神器を身につけたまま受水して、その後、源義経が海を捜索して、三つのうち二つは見つけた、と言ったわよね。そうだ。
八田の鏡と八坂にの勾玉は、海にぷかぷかと浮かんでいるところを無事に救出できたと話したな。義経は、八田の鏡と八坂にの勾玉を見たのかしら？さあな。箱に入れて厳重に保管してるんだろうしな。箱を開けて、中を見たかどうかまではわからない。見ようとしたものは、天罰を受けて、鼻血が吹き出し、目がつぶれる伝説があるくらいなんでしょ？あんなに壇の裏で大活躍した義経が心配になってきたわ。霊夢は義経ファンなのか？方眼美意気だな。一の谷の戦い、八島の戦いに続いて、壇の裏の戦いでもスーパープレイの連続だったじゃない？スタンドプレイかもしれないがな。え？義経は、天才武将で英雄よ。本当にそうか？頼朝の目的が平家滅亡ではなく、三種の神器を奪還して、後白河法皇と高度な政治交渉することが目的だった、と考えたらどうだ？取り返せなかった義経は、ミッション失敗ということ？そうだ。実際、壇の裏の戦いの後から、義経は兄の源の頼朝と仲違いする。義経は、安徳天皇を保護することも、三種の神器を無傷で奪還することもできなかったからだ。三種のうち、二種を取り戻したことは評価されないのね。当たり前だ。重要な宝剣をなくしたのに、喜べるわけがない。マリサは義経に厳しいのね。私は、兄に自害に追い込まれた、悲劇の英雄というイメージで捉えていたわ。頼朝と違って、義経には政治センスがなかったのかもしれない。なるほど。戦だけ強くてもダメってことね。急にちょっと思い出したことがあるんだけど。なんだ？義経の母は時は御前で、頼朝の母は由良御前よね？そうだな。由良御前の実家って、愛知県の熱田神宮じゃなかったっけ？そうだな。熱田神宮大宮司の娘だな。何度も聞くけど、熱田神宮には草薙の剣の本物が祀られているのよね？そうだ。1900年以上の歴史があり、伊勢神宮に次ぐ格式を持つ神社だな。でも、これって不思議じゃないかしら？頼朝は、壇の裏の戦いで草薙の剣を失ったことを嘆き、取り戻せなかった弟の義経を自害に追い込むほど怒ったのよね。ああ。本物が、母の実家である熱田神宮にあるなら、なくしてないんだし、そんなに悔しがることないじゃない？そうなんだ。よく気がついたな。これが、なかなかのミステリーなんだぜ。草薙の剣が熱田神宮にある、という話は、一体どこからやってきたのか？実際、よくわからないんだ。わからないの？でも、そっか。そもそも、誰も見たことがないんだから、確認しようがないしね。今言えることは、熱田神宮には、草薙の剣が御神体として、確かに祀られている。ただし、誰も見ることはできないということだ。これって、熱田神宮にお参りしたら、もうあなたは、草薙の剣を見たのも同じであるということでもあるわよね。地上に存在するものは、何もかも、神器を宿すための器に過ぎない。ある意味すべて、形代だと考えればそうだよな。でも、人間の性として、やっぱり形あるものが欲しいじゃない？本物は高間ヶ原にありますって言われても、何かこう、信じるよすが、が欲しいというか。そうなんだ。実際、後鳥羽天皇や順徳天皇は、伊勢神宮から送られた別の剣を、新しい宝剣にすると決めたりしているな。そうなの？やっぱり形あるものがないと不安だったのかしら？さらに、100年くらい経った時代の後醍醐天皇も、三種の神器のうち、剣が欠けていると気にしていたみたいだからな。なんでそれがわかるの？真偽のほどはわからないんだが、後醍醐天皇は、島根県の出雲大社にある命令を下したという話があるんだ。どんな命令？三種の神器の剣の代わりが欲しい。もしも、出雲大社に、昔から伝わっている手頃な宝剣があったら渡すようにと。手頃ないい感じのものはありませんか？って聞いたのね。これが本当なら、後醍醐天皇は、三種の神器のうち一つが欠けていると認識していたということになるよな。出雲大社はスサノオノミコトを祀っているものね。草薙の剣は、スサノオがヤマタノオロチを退治した剣だから。代わりの宝剣を探すなら、出雲大社が一番よね。ただ、出雲大社が代わりの宝剣を出したか？については、調べてもわからなかった。もし、この動画の視聴者さんで、このあたりの事情について詳しい方がいたら、ぜひコメント欄で教えてほしいんだぜ。お願いします。後醍醐天皇って、鎌倉幕府と戦って滅ぼし、室町幕府とも戦った、武闘派の天皇よね？そうだ。沖ノ島に島流しにされても、船で自力で脱出した不屈の精神の持ち主だ。天皇のプリズンブレイクね。当時は、絶海の孤島なんでしょ？そうだ。普
通なら、絶望して、生きる意欲をなくす。だが、後醍醐天皇は、イカ釣り漁船に紛れ込んで脱走したというな。イカ汁まみれのヌルヌル大脱走ね。承久の乱に敗れた後鳥羽上皇が、同じ沖の島で静かに包囲されたのとは対照的ね。それだけ皇位への執着心が強い人物だったとも言えるな。身勝手で人望がなかったという話も残っているが。足利尊氏との戦いに敗れた後醍醐天皇は、奈良県大和盆地にある吉野に、南朝を開いたのよね。後醍醐天皇率いる南朝と、足利尊氏と光明天皇率いる北朝の争いは、一般2336年から1392年までの約56年間、建武の新政からと考えれば約60年間続いたな。二つの朝廷が並び立つという日本の歴史上、空前絶後の異常事態よね。二人の天皇が並び立ったということは、その間、三種の神器はどうなったの？足利尊氏らと後醍醐天皇との間で起きた一連の戦乱はややこしいから省略する。OK。聞きたいのは、三種の神器の行方だから。空白の日本史など、多数の著書がある歴史学者の本郷和俊は、この三種の神器について、画期的な説明をしておられる。軍事物語太平記を読むと、実は、三種の神器は三セットあったというんだ。三セット？まず、一セット目。三種の神器への話だ。1336年頃、建武政権が崩壊した頃の話だ。後醍醐天皇の中心、楠木正成が、港川の戦いで尊氏軍に敗れた頃ね。後醍醐天皇は比叡山へ逃亡した。山ごもりしながら、尊氏軍と戦っていたが、長引く戦況で、山暮らしに耐えられなくなった後醍醐は、足利尊氏への投降を決意する。やめたというわけね。命を懸けて後醍醐天皇の味方をした人もいたのよね。新田義貞一門だ。長い間、力を合わせて後醍醐天皇を守ってきたのに、急に降伏すると言い出したものだから、必死で考え直すよう説得した。降伏したらどうなるの？当時のルールでは、天皇は降伏しても処刑されることはない。しかし、新田一門はそうはいかない。尊氏軍に処刑されてしまうからな。慌てたのも無理はない。この時点で、後醍醐天皇は、徹底抗戦を求める新田義貞が疎ましくなってたのね。命を懸けて仕えてきたのに。おそらくな。そこで考えた後醍醐天皇は、息子の常吉親王に三種の神器を持たせ、新田義貞らと共に北陸へ送り出した。名目は北陸統治だ。厄介払いかしら？北陸統治は口実だった可能性はあるよな。新田義貞たちは、疑わなかったのかしら？後醍醐天皇の腹の内はわからないけど、とにかく三種の神器があるし、後醍醐天皇の息子の常吉親王が新しい天皇だと信じたってことじゃないか？なるほど。やはり、三種の神器を持っている権威はすごいのね。そうだ。実際、常吉親王は、越前から各地の武将に、天皇にしか出せない命令書である臨時を出している。本人も天皇だと認識していたんだろう。新田義貞と常吉親王を北陸に送り出した後、後醍醐天皇はどうしたの？望み通り、京都の足利尊氏の軍門に下り、京都で上皇として隠遁生活に入る。足利尊氏と光明天皇率いる北朝に、降伏したということね。そうだ。ここで登場するのが、後醍醐天皇が北朝の光明天皇に降伏の印として渡した。2セット目の三種の神器 B の存在だ。え？北陸の常吉親王のところに行っているはずの三種の神器が、ここにも登場するの？そうなんだ。不思議なことは、これだけではない。しばらくすると、後醍醐天皇は、やっぱり自分が天皇になりたいという気持ちがムクムクと湧いてくる。沖の島に島流しされても、皇位への執着心から脱出した人だものね。今度は京都を脱出して吉野に行き、そこで我こそが正当な天皇であると宣言するんだ。自分が持っている三種の神器こそが本物であると。これが、三セット目の三種の神器 C だ。じゃ、北朝の光明天皇に渡した三種の神器は？後醍醐天皇によれば、京都にある三種の神器は偽物だと。なんだか、第一次世界大戦のイギリスの三枚舌外交みたいなことになってきたわね。フサイン・マクマホン協定、サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言。霊夢は世界史だったのか？実は、ね。それはさておき、北陸にある一セット、後醍醐天皇から北朝に渡された一セット。天皇が吉野に持っていった一セット。つまり、少なくとも3セットあることになるのね。さて、ここで、さらに不思議なことに気づかないか？何？いつの間にか、草薙の剣が復活しているんだぜ。ああ、確かに。あんなに、ないないって騒いでたのに、急に3セットに増殖してたわ。
これって、どういうことなのかしら？この辺りの真相は、後醍醐天皇にしかわからないな。迷宮入り？結局、北陸の三種の神器エイセットは戦乱で失われ、後醍醐天皇が吉野で南朝を開いたことで常吉の行為も無意味となった。常吉は歴代天皇にも数えられていない。幻になってしまったのね。北朝の光明天皇に渡した三種の神器 B セットはどうなったの？北朝の B セットは、複雑回帰だ。後醍醐天皇の息子の後村上天皇軍が、京に攻め入った際に南朝の手に渡ったかと思えば、再び南朝の後亀山天皇が、北朝の後小松天皇に渡し、以後は後小松天皇が正式な天皇とされているな。謎を解き明かそうとしたら、さらにミステリアスなことになってしまったわね。皇居にある八坂二の勾玉も、南北朝時代には3セットあったことを考えたら、この信憑性はどうなのかしら？と眠れなくなるわ。北朝と南朝で交わされた三種の神器が、もともと南朝が持っていたものなのか、北朝から奪ったものなのか、今となっては、もうわからないしな。そうよね。歴史学者の本郷和俊は、正しい天皇が持っている三種の神器こそが、本物の三種の神器。こう考えるべきだとおっしゃっているな。これはとてもわかりやすいわね。そもそも神は目に見えないし、本物とか偽物という考え方が、根本的に間違っているんだものね。壇の裏に沈んだ剣も本物なら、後醍醐が持ち去った剣も本物。熱田神宮に祀られている剣も本物。正しい天皇陛下がお持ちになっている三種の神器ならば、それこそが本物の三種の神器。そういうことだ。ここまで三種の神器について話してきたが、どうだったか？三種の神器の観点から日本史を見たら、とても面白かったわ。地上に存在するものは、神器を宿すための器に過ぎない。もし、本物と呼べるものがあるとしたら、それは天界にあって、地上にあるものは全て片白なのかもしれないと考えちゃったわ。今回は、草薙の剣の話が多くなってしまったが、三種の神器については八田の鏡や八坂二の勾玉についても話したいぜ。それでは、今日はこの辺で。動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄もお待ちしてるんだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。